で、斧でサクッと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は、まあ、最近またちょっと増えてきたんやけど、またまたホラー村に行きたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。またあのストーリーがあるホラー村やけん、まあ、楽しみにしていこう。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでチョコレート村に出発。はい、チョコレート村に到着。お、桜が散りよる。夢の世界へようこそ。あなたは今チョコレートという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のチョコレートの世界をご堪能遊ばせ。ってことで着替えましょうか。二通りあるね。こっちズボン、カーゴパンツ、こっち側はグレーのスカート。お、こっち女の子用かな。じゃあこっち身につけていこう。で、このプレゼントは何が何かわからんのかな。じゃあはい、これを取っていきます。私はい、着替え着替えで、最後プレゼント、ハートのチョコレート。チョコレートや、チョコレート村だから、そういうこと。はい、こんな感じで、いいねいいね、なんか芸術家っぽい感じ。とりあえずこの村にはねストーリーがあるんだけど、事故で昏睡状態のあなたは目を覚ますと知らない村にいた。このチョコレート村のことやね。その村は死岩と悲願をつなぐ村。死岩と悲願、この世とあの世っていうこと。美しくも不気味な村で探す。行方知らずの双子の姉。行方知らずの双子の姉を、まあ、この村で探している私ということなんかな。まあ、ここにもプレゼント落ちたんやけど。そして何度も繰り返されるごめんなさいの声。この村で一体何が。あなたは無事に帰れるのか。お、白いバラ。バラだ、バラだ。そして、とりあえずこれは右回りに回っていったらよろしいのか。なんかいろんなところにプレゼントが落ちてあるね。ちょ、いろいろと拾っていくとしまして。チョコレートケーキ。やっぱりチョコレート村というだけあって、チョコレート関係、なんか靴が落ちてあるんだけど。ピンクのスニーカー。ちょっと待って、てか家1個。家1個通り過ぎてきたぞ。ここか。あ、この家だ、この家だ。住人さん、びっくりした。豚だ、豚。住人さんは特にここになんかピクニックとかしよるよ。めっちゃ平和そうやけどね。夜桜見ながらピクニック。住人さんは家の中っぽい。はい、お邪魔します。暗いぞ。あ、どうも。エリカ。マリナ、どこ？どこ？この、エリカちゃんっていうのが、このマリナちゃん、双子の妹の方らしいです。この子が、双子のお姉さんを探してるっていうことなんかな？なんかすごい静かな感じ。もしかして姉妹二人暮らしとかそういう感じかな？それでなんかお姉さんがおらんくなったっていうこと？はい、左の部屋へ。なんかお金持ちっぽい感じよね。あ、もしかしてこれあれかな？左右で姉妹の、お？絵が飾ってある。これは？今の？エリナちゃんかな？エリナちゃんじゃない。混ざった。エリカちゃんかな？頭に花つけてあったね。ん？あれ？消えた？え？消えたんだけど。え？あれ？いなくなった。マジで？え？いなくなったんだけど。これいなくなるとかありましたっけ？あ、そういうこともあるの？別にこの辺には何も貼ってない。はい、奥の部屋へ。あれなんやね。家の中におる間にも消えるのね。さっきの絵はこの子？
これお線香が備えられて白いバラが置いてあるってことは、多分これ死んだってか、どこって言ったけど、まあ、そのマリナちゃん、エリカちゃんの双子のお姉さんの写真ってことよね、きっと。さっきのもこれやったんかな。さっきリビングにおっ、おびっくりした。エリカちゃんはピンクで、マリナちゃんは青ってことなんよね。その好きな色というか。はい、それじゃあ右側へ。え？ここ、え？え？斧が置いてあるんだけど。え？斧が置いてあるんだけど。なんか、左側の部屋に比べてめっちゃごちゃごちゃしてない？ね、左側の部屋めっちゃシンプルやった。え、でもこれ絵はさ、多分、マリナちゃんの絵よね。マリナちゃん。で、え、でもこの部屋は全体的にピンクが主体になっとる感じがするけん、エリカちゃんの部屋かなって思うんやけど、エリカちゃんがマリナちゃんの絵を描きよるっていうことなんかな？あれ、ちょっと待って、左の部屋、これ、マリナちゃんの絵やったんかな？この家の至る所に貼られてある写真。でもどうなんやろう。この部屋が暗いけん、ちょっと、よいしょ。あ、青いね。マリナちゃんってことや。ってことは、全体的にマリナちゃんの絵が飾られてあるんか。ふんふんふん。それじゃあ2階へ。お、2階は急になんかめっちゃ和風な感じや。ちょっとびっくりした。うえ、びっくりした。音にめっちゃびっくりした。まさかの、獅子脅し。でも、あれだよね。このマリナどこ？どこ？って言うけど、多分この、エリカちゃんの部屋であろう、ピンク一色の部屋？あの部屋に斧があったっていうことは、え？エリカちゃんを殺したわけではないの？はい、地下。え、めっちゃお金積まれてあるんだけど。え、どうした？大金持ち？めっちゃ大金持ちの家ってことなんかな、ここが。え、でもお金持ちっぽい感じはしたけどね、家具とかから。まあ、その2階はなんか素朴。素朴？いや、でも2階もお金持ち、昔のお金持ちの家っていう感じはした。はい、それじゃあ。さ、この双子のお姉さんを探しうるっていうことやけど、え、どうなんやろ？どこって言ったけど、でもね、もう写真に、え、これピンクのスニーカーって書いてたよね。ピンク？ちょっとびっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど、今。魔界？魔界なの、ここ。魔界だって、魔界。かっこいい。かっこいい。これ何？顔？顔よね、きっと。一瞬めっちゃビビったんやけど。ん？ここなんか、あ、なんか穴開いとる。ほらほらほら。なんか至るところに、あ、血。え？血が？うぃー。え？なんかもう、この明かりからしてね、めっちゃ怪しげな赤い光。お、あ、天使の輪っか。マリナちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。これマリナちゃんがさっきのエリカちゃんの双子のお姉さん。で、この事件の被害者。まあ、ね、もう亡くなっとるは亡くなっとんやけど、なんで亡くなったんやろ。家にあった斧がね。え、なにこれ？めっちゃ怪しげな儀式。儀式なの？多分この真ん中の青いやつが、マリナちゃんなんじゃないかなって思うけど、周りを取り囲んどる黒いのは一体何？誰？そしてなんか骨もあるしさ、目の前に斧が置かれてある。これ、エリカちゃん？赤いやつ。違うんかな？どういう状態なんやろ？でもとりあえず、殺されたってことはね、事故とかではなく。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。何に対して謝ってるんだ？ねえ、さっき、マリナちゃん、めっちゃ謝りよったけど。え？血まみれ。血まみれのマリナちゃんってことやろ、これ。なんない、何をしたんやろ。はい、そして奥の部屋はなくて、右側へ。なんか、何かがありそうな感じが、多分絵が、ありますよね。なんかめっちゃ笑ってんだけど、これ誰の顔？え、これマリナちゃんの顔？エリカちゃんじゃないよね。え、でもぽくない？エリカなんか死ね。あははは。え？どういうこと？え、でも死んだのはマリナちゃんよね。え、でも、マリナちゃんは、エリカちゃんに死んで欲しかった？殺したかったの？もしかしてそれで帰り討ちにあったとかそういうことではない？え、どういうことなんやろ。え、急に被害者じゃなくなったんやけど、なんか、私の中で。え、エリカちゃんを殺そうとしたけど失敗して自分が殺された？はい、ちょっと2階へ。ごめんなさい、ごめんなさい。多分その妹を殺そうとしたことに対してのごめんなさいってことかな。ごめんなさい、ごめんなさい。この血まみれのマリナちゃんの顔と、こっちはなんかもうね、黒色で塗りつぶされてしまっとる。この人体模型もなんか、意味があるんかな。さっきのね、本だらけの部屋にも人体模型、一体あったけど、あれ人体模型あったっけ？標本？はい、そして地下へ。こ、地下におるのは、これ多分、まあ、青い服を着た、天使の輪っか。これマリナちゃんやね。で、天使の輪っかがあるってことは、まあ、あれでしょ？もう死んだ後、殺された後、この人なんか地獄？地獄の門番的な、釜茹で地獄みたいなとこに入れられよんかな。やっぱりあれじゃない？なんか妹を殺そうとした、妹を殺そうとして、自分が殺されて、で地獄に落ちたっていうこと？でも妹悪い子じゃなさそうやったけどね。なんやろ、ひがみとか、そういう感じ？だって妹はね、マリナちゃんのことを探し寄ったぐらいやし。びっくりしたー。いきなりの。ベル。生首集めは楽しいよ。え？そんなルンルンな感じで言われても。あ、これが生首ってことかな。このベールは悪魔コレクター。彼はコレクションを自分で入手しません。恐ろしい方法で入手します。っていうことなんやけど、要は、その、生首を集めよるけど、自分では入手しない。自分で殺して集めるんじゃなくって、人に殺させて集めよるってことか。え、悪魔。これなんかさっきのシーンに似てない？いや、似てはないかな。なんかあの変な儀式のシーン。え？うわ、ほら。これもしかしてこの村に住んどった人たちとかそういうことかな。ね、今までに出てきた、その、エリカちゃん、マリナちゃん、の頭ではないもんね。もしかしてカップル？あれや、きっと外でイチャイチャしよるところをこの兵士たちに連れてこられて首を切り落とされたよね。この兵士たちあれやん。さっき釜茹で地獄のとこにおった子らやん。子って表現するのもあれやけど。なるほど。これにさらわれて殺されるわけですね。はい、それじゃあ2階へ。ん？ 2 階はなんかシンプルで綺麗だな。ここはあれかな？ベルの寝室っていうことかな？で、多分この人は、まあ、見張りの兵士さんなんやろうね。はい、そして地下へ。は、これ地下にあるやつ。
全部切り落として集めた生首ってことやね。まあ、これもこの村にかつて住んでいた人たちなんではなかろうか。うんうん。ってことは、え？でももうあれか、死んどんよね。そのマリナちゃんは。ってことはどこかしらにマリナちゃんの生首もあるはずなんやけど、今のところ生首はまだ出てないね。霊体しか。その死んで天使の輪っかがついとるマリナちゃんは、まあ、見かけたけど、まだコレクションには加えられてないんかな。はい、そして、最後の一件。チョコレートショップ。チョコレート店。な、急激に、のんきな感じ。さあ、ここの住人さんは？あ、いた。アンジさん、あなたも材料になって。チョコレートの材料？チョコレートの材料にされるの？え、どういうこと？で、生首はあのベルに、ベルのとこやろ？こっちはこっちでまた別ってことかな？ちなみにこのアンジュさんは村長さんです。このアンジュさんはこの村の村長で魔女、そしてショコラティエ。あ、なんかすごい綺麗で可愛いんだけど。え、でも、人間を材料にしてるんだよね。そう思うとめちゃくちゃ不気味だな。誰が買って食べるの？どこ需要なの？トイレはなんかちょっと、寂しげな感じ。ね。あ、結構すごい広々としてるね。でも最近こういう広いトイレも多いとは聞くけれど。謎の空間。はい、そして奥の部屋へ。この建物の中にも儀式的な場所があったりするんかな。あ、こっちはシャワー室。チョコレート店にシャワー室があるの。やっぱりこう、人を材料とするから。死体の血を流さないといけないとかそういう感じではなく、一瞬ちょっと入ってすぐ、またトイレかと思ったよ。はい、そして、右側の部屋へ。お。助けて。え？この女の子あれじゃない？え？この女の子ってエリカちゃんやないん？ねえ。え？え？エリカちゃんよね、この子。え、捕まっちゃったの？捕まっちゃったの？チョコレートの材料にされるの。え、マリナちゃんだけじゃないんや、被害。会うの。マジか、双子揃ってか。はい、それじゃあちょっと2階へ。もしかして、あれかな。お姉さんのマリナちゃんを探してたどり着いた場所がここやったとかそういうこと？生首として、え、でも、斧置いてあったよね。え、どういうことなんやろ？その最初の部屋の、まあ、エリカちゃんの部屋であろう部屋にあった、あの斧は一体何やったんやろ？何に使った斧やったんやろね。すごく謎やけど。ここは書斎？はい、そして地下へ。あ、地下、チョコレートケーキいっぱいとか思ったけど、あ、外に落ちとったチョコレートケーキもそういうことか。人を材料にしたチョコレートケーキってことか。どういう風に材料になったのかはよくわからんけど、ほら、誰か殺されてる。このベッドに寝かされて、ほら、なんか魔法陣書いてるし。多分、ま、その魔法陣によって、あー、血の上にここで、ま、動けんようにされて、で、斧で、サクッと。で、あれかな？頭だけはベルの方に送られるとかそういう感じなんかな？怖っ。はい、それじゃあ。このアンジュさんがね、浜辺に一番最後に行ってほしい、とのことだったので、ちょっと、浜辺に行ってください。
待って、この直前にあるプレゼントがものすごく気になる。おお、チョコレートケーキだ。はい、とのことなので、ちょっと浜辺、降りていってみましょう。どっちにも何かあるってことなんかな。ちょ、近い方先に行こう。お、骨がいっぱい。この帽子は天使の輪や。ちょ、待って、天使の輪。あ、ってことは、この村にたどり着いたことによって、私もお亡くなりになってしまったっていうことなの。But end。なるほど。あ、なるほどね。ここで、結末が分かれるわけだ。ま、この村にやってきて、私も、ま、チョコレートの材料になるか、生首コレクターのコレクションになるかっていう。で、こっちで、ってことはこっちは、あれですね。とりあえず両方行くけれど。お、向こう側に、マリンスーツで渡ると、ちょっと待ってね。こっちは生きているということだから、ちょっととりあえず、天使の輪を外して、はい、マリンスーツで、ちょ、こっちじゃない。はい、泳いでいこう。意地でも帽子は外さない。さあ、こっちに泳いでいくと、このプレゼントは？白いバラ。植えたわ。植えたわ。とりあえずほら、身につけてみよう。あ、まだこっち側があるのね。あ、白いバラがたくさんある場所にたどり着いたよ。エンド。ちょ、待って。ちょ、待って。白いバラを。そっちではなく、はい、プレゼント。この最後のプレゼントは？チョコレートケーキや。こっちのエンドは、でも向こうはバッドエンドやったんよね。え？こっちは、ハッピー？ハッピーなの？ハッピーなのかどうかはわからないけど、チョコレートケーキ、チョコレートケーキの材料にされましたっていうエンドではないということよね。なるほど。こっちの場合は生き残れますと。はい、ということなので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことで、なんかこの村にはね、二人ほど狂気じみた人がおったけど、結局、マリナちゃんは誰に殺された？マリナちゃんは、あれか、斧があったってことは、生首になって、妹のエリカちゃんの方はチョコレートの材料になったってこと？それぞれ。かもしれない。ね。